万華鏡みたいにキラキラ輝いて、まるで別世界。昔々に私がいた世界とは違う色。あの頃はこんな色に憧れてさまよってたんだっけ。毎日が鮮やかになればいいのにって。昔プロデューサーさんに出会う前の私ってさ、案外夢見る女の子だったのかもって、今なら思えるんだよね。遠いところで輝くキラキラに手を伸ばす、そんな子だったって。和菓子屋の看板娘だってなりたい人はいるはずだよね。みんながみんな隣の芝生を羨ましがって生きてる。敷かれたレールの上歩くだけで満足する人って少ないだろうし、そう思うと私って普通の女の子だよね。普通に人生つまんないって思って、普通に夢見て、普通に旅して。一つだけ普通じゃなかったのは、夢が叶っちゃったこと。夢はアイドルって形はしてなかったよ。ただキラキラしたもので、でもここは手を伸ばした先にあった世界なんだ。あの頃憧れてたどんな鮮やかなものよりも眩しいところ。灰色だと思ってた世界も、私も今は前より随分と鮮やかに見えるな。やっぱり飛び出さないとわかんないよね、なんにも。もしもアイドルの夢が終わって、全部がプロデューサーさんに連れ出してもらったっていう事実も泡みたいに弾けてなくなっちゃっても、私ね、会いに行くと思うんだ、プロデューサーさんに。追い出されずにちゃんと自分で故郷から出てね。でもそれは地図のない旅じゃないの。きっとあなたに会いに行くための旅になる。帰りたい場所に続く道をたどっていくんだ。だから覚えててね、私のきらめきを。ん？なーに、マスター、旅人にはサービスしたまえよ。そう、京都でも旅人なの、しゅうこちゃんは。帰る場所は私が決めるからね。あれ、プロデューサーさんだ。見つかっちゃった。ん？どこ行ってたのかって？しゅうこちゃんのルーツ巡りの旅、かな？みんな、里帰りすると周りが変わっててびっくりするって言うから、そんなもんなのかなーって思って。ちょいちょい帰ってるし、変わってたものは少なかったけどね。むしろ、変わったのは私の方かも。昔はね、看板娘の服を脱ぎ捨てて、流行り物着て、ふらふら出かけて、それでようやく
私の完成だったし。でも今は、看板娘の服、着てもいいかもって、ちょびっとね。長い長い夢を見て、目が覚めた時みたいな感じっていうか、夢の内容は恋しいけど、今日一日楽しい気分で過ごせる、みたいな。多分、アイドルやってるこの日々が、夢でも、いいんだ。だから、もしも今、パッて目が覚めて、和菓子屋の2階で起きても、私は、なんてね。夢が覚めたらやっぱつまんないし、簡単に覚めちゃったら味気ないし、まだまだ楽しませてね。私の旅路は長いんだからさ。これまでのことも、今この瞬間も全部、まぶたの裏での出来事かも。それでもいいよ。でも、夢を見る間は、輝いていたい。目が覚めても、私が私でいるために。